はい、ともいさん、プロス、プッツス。と、これ以外でもね、やったんだけどね、まあ、やっぱり、前回のパーティー超えるんだけど、まあ、これじゃなかなか勝てなくてね、まあ、新しくパーティー組んできたんだけど、あ、今回はね、本当はね、ドータ君を使おうと思ってたんだけど、あいつがね、なんか、ダンク圏内入っちゃって、それで仕方なく進化前のドービラを使ってるんだけど、今回のやつは、まあ、ドービラでトリックルームを使って素早さ関係逆転させて、まあ、欲張りとかなしで、まあ、素早さ遅いか上かそれで殴れっていう感じのパーティーなんだけど、まあ残りはその補助みたいな。ね、相手が、あー、なるほどなるほど、ウーラオスいるな。ウーラオスがいると欲張りさ無理、インファイト一発で死んじゃう。だから欲張りさ花太鼓を積んでから殴るんだけどさ、もう腹ない子積んだ後にインパイト一発で死んだって意味ないんだよね。だから今回はなし。で、裏一体はまあ無視穴でいいか。マッキーをね、使うことない。入れたはいいけどね、バトルタワーでいろいろ使ってたんだけど、なんかね、全然うまくいかなかった、マッキーは。あくび入れて地割れするみたいな感じなんだけど。まあね、そうそう飛行タイプが結構多いし、まあ、ライバックスしてる相手とか、頑丈な相手に効かないし、なんかうまくいかない、マッキーは。なんで、ミョウトの、ミョウトの？で、ミョウトの特性ってさ、どうだ？これは普通に雨降らしじゃない、ミョウトか。え？何やってくんだ、あ、雨降らしか。あ、そう。特性はこのタイミングで発動するの。雨降らし？え、ちょっと待ってさ、ミョウトの上手いけどさ、相手に言うと、そんないないよな。あー、そんじゃあれか。多分、ミョウトのだから2、ウーラオス。ウーラオス一応、水タイプあるから、電気の方が。ここはどうだ、まあ、両党ってそんな強いか。あ、特殊方、あ、雨降らしだしな。入りそうなステロを巻きたいところだけど、まあ、ここは安全策でいこう。はい？危ねえ。マジ危ねえ。そんなことやってくんの、お前。それは聞いてない。ちょっと、それは聞いてない。催眠術か。両党の催眠術をやってくんのか。どうしよう。これはどうするべきだ？ちょっと考えよう。まあまあ、もう徹底抗戦で。なるほど。もう徹底抗戦、徹底抗戦。とにかく徹底抗戦。催眠術が、あー、でも2回連続催眠術当たらないっていうのは意外と低く消えてたんだよな。どうしたらいい？これは。当たるよな。まあ、2回連続は外さないな、さすがに。どうしよう。トリックルームのターンがめちゃくちゃもったいないんだよな。まあなしでいこう。あ、た、まあ水技でしょ、そんな食らうんですよ。どう、どんぐらい食らう。いや、ここでね、催眠術とか滅びの歌、滅びの歌だと、おあ、そう、両党では滅びの歌だよな。どうするべきだこれは。え、これどうなんだ？ダイマックス2でしょ？そんで、2、1、0。ダイマックス中は残るな。ダイソー、今ダイソーゲット2になる。次、打って1になる。そんで最後打って0になって死ぬ。大丈夫。もし、ダイソーゲット、ダイソーゲット、ダイソーゲット。いや、ニョロトロよくわかんないな、これ。そう、サイズだったのに、滅びの歌が。まあ、それはうざいわ。まあまあまあ。あの大草原で、ある程度は、なんとかなると思うんだよな。これで、あと2ターン残ってる。だから、これで1ターン。ここは上から行ける。え、まだね、魔法とか持ってないでしょ。うん、ちょっと。あと1体なんとかなる。あと1体はなんとかできる。よしよしよし。それで、あ、次はなんだ。でも、あ、そうだよな。水タイプ多分全部入ってんだよな。どういう策で来るのか。だって、アメパでしょ？病棟で雨降らしてきたってことは。さすがにさ、雨降ってるのに炎技とか持ってないでしょ。これ2になるから、あと2回行動できる。だから大爆地は大丈夫。アメパでドラパールとか、まあ、よくわかんないよ、それは。雨降ってても何、意味はないんだけど。まあ、それはいいよ。それはいい。そして大丈夫。ナッシュはライドタコを持ってるが。そう、このナッシュは何でかしらんけど、草ドラゴンタイプあるの、あのナッシュ。首が長いからなのか。いや、にしてもこのさ、ダイマックスってさ、ナシむちゃくちゃでかいよな。こんなでっかいナシ力やったらすごいよな。ヤシ力、ヤシ力か。ナシってなんでナシなんだもんね。どうやってヤシ力なんだろうね。ヤシでいいの。
あれ梨じゃないでしょ、梨どう考えちゃって。梨なのかあれ。はい、ザバーナがダイマックスする。まあさすがにダイマックスしてるとはいえ、梨をダイナマグルを変えてるわけがない。140だから、それ流星群持ってる人いるから140。よし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 、助けとか持ってない。相手はあと1体、あと1体でなんとかないでしょ。一応こっち3体で持ってる、一応。まあでもこっからトリルが切れるから、トリックルーム切れるけど、私これ雨も上がる、トリックルーム切れるけどさ、HP こんだけ残ってれば、まあ後からやられても、まあ一回耐えて殴るってことができるから、まあ大丈夫でしょ。よし、これは勝った。よし、樹海、あーいいタイミング、いいタイミング。だからこのラッシーはダイバー持ってるんだけど、さっき雨降ってたからうちにかかったけど、まあでもダイバーちょうど雨が上がったタイミングで打てるから、よし、まあ次回ギガ叩き全然大丈夫、全然大丈夫。草は4分の1、それでダイバーでドーン。もうラッシーの顔見ないとき、この技を打つときぐらいしかないんだけど、よーし勝った。よくわかんないな相手、相手もよくわかんないな。相手もこれ、研究パーティーに統一してる可能性ある。そんじゃ、いや、いいな。研究同士の戦いはいいな、結構。さすがに、ドーミラーは、けど、ちょっととりあえず。あ、なんかでも相手遅いな。あ、まあ、そう、なんかバンバーアウト巻き込むくらいかでも遅い。どうだ、そんじゃ、ゴーストが、いや、でも格闘はいないか。なんかバンバードローってなんか格闘技使ってきそうなイメージあるけど、どうだ。まあ欲張りすでいいか、欲張りす。ムシャラ、よし、これでいこう。いや、ムシャラじゃなかったか今。違ったら、ゴーストタイプいるし、ドラピオンってアクタイプ入ってないような気がする。アクタイプ入ってないけど、ドラピオンってライディアイプだ。こいつ、ムシロクだっけ、ムシアク、ムシロク、どっち。はい、先生よろしくお願いします。固定は、なんだこれは。ドラピオンか。ドラピオンならいい。ドラピオンならいい。大丈夫。それで、とりあえずこれで、まあ、ドラピオンでそんな火力ないし、あ、でもなんかアクアツ持ってそうだな、ドラピオンは。どうだ。まあ、いけるでしょ。袋巻こう。筋切り。大丈夫だよ。半分は、食らわない。よし。まあ、筋切り急所で当たりやすいから、急所当たっちゃうと無理なんだけど。よし、それでこれステレオを巻く。トリルを貼る。だって、相手、叩き落とす？危ねえ。叩き落とす持ってるのか。危なかった。先に叩き落とす使われてたらやばかった。いや、なんか相手が何でかしらけど筋切りからやってきてよかった。よし。まあ、それで上から徹底構成を打って退場。ああ、ちょ、相手どう出るかな、これ。まあ、ドラピオン、まあでも相手交代してこなかったから、とりあえずドラピオンはそのまんまでしょ。まあ、これ、交代されるの呼ばれてったか。6状態は割ときついところではあるけど、6ミシはまあ、どうだ、8分の1でしょ。8分の1きついなぁ。ドラピオン、欲張りすらね、物理体系そんな低くないから、まあ、とりあえず離れることでしょ。これで、まあ、一旦は1が満点になるわけだよ、これで。まあ、それでね、どうだ、ドラピオンの攻撃がどんぐらい食らうか。これで畑落とすを、持ち物をなくしたことによって、2倍とかなくなったから、それが結構でかいよね。うん、まあ、大伸び放物庫で満タンにして、何行く？畑落としたってないんだよ。よしよしよし。残念、持ち物がないから2枚にはなりませんと。よし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 。それ、次ダイマックス、次ダイマックス。あ、これはうまくいくと。うまくいってる、うまくいってる。いいね、いいね。まあ、ダイヤスでしょ。飛行とかに引かれるとさ、これ、さすがにこれは読んでこんでしょ。地震、だから地面技来るって読んで飛行、だから踏まないのか、踏まないのに引くっていうのはさすがにないと思うんだけどな。いや、でもどうせ落ちるからダイヤスで分かった気がするけどな。ダイヤスで分かったな、物理。あ、じゃあ相手考えてる。あー、これやばいかもしれん。
あ、でも引っ込めて、多分引っ込めてね。これは引っ込めてない。よしよしよし。引っ込めてないならいい。バベカー殴って落ちる。よし。とりあえずこれで一匹突破でしょ。次で、一匹目。HP で152あれば、まあ、一発ぐらい耐えれるから、よし、サントリの未来が見えた。それでこれで、ドラピオンは落ちるのね。よしよしよし。これで、まだ特防が上がる。だ特殊が来たらかなり嬉しい。特防上がってるから。だからダイアンスで特防上げれるし、ダイスチューで防御上げれるんだよ、こいつは。だからジャイロボールと自信を覚えさせてるから。さあ、何を出してくる、まあ、何出してきてもなんとかなと思うんだけどな、別に。何出してくる、そんな、なんか耐久がめちゃくちゃ強いみたいなこともいなかった気がするから。何出してきても何とかある。何でしてくる？悩んでるな。あ、バンパローか。バンパローって、あ、多分、地面技、あ、地面技じゃないか、抜群。まあ、一応抜群ついとくか。払い子はね、6個積んだところで、ね、欲張り数は、まあ、そこまで低くはないんだけど、攻撃速度高いわけでもないから、しかも攻撃振ってないから、割とね、弱点ついたりと耐えられることはある。あ、どうだ？まあ、弱点ついてるからね。さすがに、ライマックスはちょっと耐えるはず。耐えるよ。マジで、あ、じゃ耐えるんじゃない。あ、逆だ。耐えるんじゃない。耐えられない。頼むぞ。ダイエットで落としてくれよ。これは上からいける。まあ、トリックルームついてるから。落とせ、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 落とせ。マジで落とせ。はい、いやー、どこ、あ、でも、あれで落ちる。あれで落ちる。あれでギリギリ落ちる。あ、まあ、ほんとギリギリなんだよな。ん？あれでギリギリ落ちるでしょ、これ。あー、ダイダックで持ってる。耐えるこれ。あ、耐える。一応耐えた。一応耐えたけど、こんだけ残ってもな、どうにもなんとこまではあるよな。え、落ちないよ。あれで落ちるよ、マジで。あ、よし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 。そう、ダイアイスはね、ちゃんとね、あれで触れやすいことによって、微妙なダメージをなんとかしてくれるから。それで、割と嬉しい。HP は90か。90で、90で攻撃変えれるか、これ。相手が物理系で、そんなに、あ、いや、一応特防上がってるから、あー、ワンチャンある。これはワンチャンある。特防上がってるから、特殊なら、なんとか耐える可能性はあるはず。頼むぞ。耐えろ、耐えろ、耐えろ。耐えれば3手、耐えれば3手。やっぱり毒ビシが痛いな。毒ビシでだいぶダメージ食ってるからな。相手も悩んでるな。何やってくるんだ、相手。エレザードって何やるかよく分かってないんだよな。なんだっけ、エレザードはね、なんかギリギリ使用率圏内に入ってたんだよ、確か。140何番みたいな。なんだっけ、何やってくるんだっけ。乾燥肌っていうの持っててさ、水技が効かないっていうのは。あ、よしよし、耐えた耐えた。よし。よし、これはいけるだ。よっしゃー。助け持ってないよな。助け持ってないよな。ライブ助け持ってて、ステロで潰してる。よっしゃー。はい、勝ち。よし、横林担当で。はい、大将ありがとうございました。まあね、まあ、まあ、やっぱりね、さすがに、まあ、キングだけパーティー組むのやっぱり弱いんだけど、まあでも前回で勝率上がってるから、まあ、この調子どんどん勝率上げて、まあなんとかマスターボール級には行きたい。キングだけで。はい、まあというわけで今回は、ごめん。それでは、また、この